黒木よかげは、じゃなくてもう動揺が始まってますね、この時点で。黒木怒りはよかげを照らすということで、ディアブロスアーシュ、ディアブロスアーシュ一頭の狩猟、やばそうですね。今回もうすでに俺滑舌悪くなってるよ。そう、動揺すると、動揺するっていうか俺ね、テンパるとね、やばいんですよね何言ってるか分かんなくなるんで、まあね、よろしくお願いしますということです。で、装備は、裸なので、あれですね、あの、で、お守りは達人銃だけど、あれですね、ささやかな会心を楽しもう装備ですなんてことはないですけど、そう、達人銃で、こう、会心率 10% ぐらいね、出た時のテンションの上がりをね、楽しもうという装備ですね。せめて。で、防御力、何言ってるか分かんないですけど、そう、防御力が、21の、なんで、あいつ足踏みが結構きついんですけど、足踏みは多分、耐えると思いますね。あの居住攻伐とか最近やってきましたけど、あのディア買ったんですけど、あの足踏みはね、まあ装備ありとはいえちょっとしか食らわなかったんで、多分半分ぐらいで済むんじゃないかなと思います。で、弱いの声がこれ頼みの綱なんですね。クエストに出現する大型モンスターが弱くなりやすいということで、なるべく早く倒したいということです。これね、運よく出てくれたんで飲み、あの食べましたけど、ありがたいてなわけですね。で、アイテム縛りが、今回は、しびれが解禁されて1個使えるのと、先行は2つまでですね。てな感じで、オータルジーもこれ2つだけです。まあ、あのアイテム縛りは前回の動画、前回の裸クエストを見てくださったら、わかると思いますけど、そんな感じでしびれが解禁されたぐらいですね。はい、やっていきます。で、鬼面族たちからの回復もなしですね。こいつらあの攻撃強化を、攻撃特化型なんで、そう、回復アイテムの縛りもないですけどそう、鬼面族の回復はなしですね。今回は、生命の大粉塵と生命の粉塵と、飛躍イニシエ持ってきました結構持ってきましたよ。このね、最近ね、この緑色見ること多いですね。なんか俺の動画結構ね、きついクエストやってる証拠って言えるのかな、わからないですけど頑張っていくぜ。裸ディアとかやったことないですもんね。とりあえず鬼面族砲が頼みの綱でもあります、ね、どこ、うおー、これ横側にいて、まずはこの最初の美味しい攻撃を弾かれてたじゃあよし、やってくぜ。早めに離脱、尻尾振りに常に、それはニースないよー、無理だよー、急に潜られちゃきついよ。でもこれぐらい減るんか。まあね、チャチャホちょっと外れちゃったな、ショックだったけど猫のたかりがすごいぜ、このエリア。まあ猫とかね、たまーに半端ないんですよね。どう半端ないかというと、オータル爆弾実際これ避ける、避けるー、いや倒れてるけど猫倒れてる。そう、猫はね、たまーにオータル G サイズの猫、猫じゃなくて、爆弾をね、こう、にゃ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 運んでくるんで、あれはマジ鬼畜ですよ、今回の俺からすると。あー、音爆弾持ってくればよかった、忘れてた。いやー、出てきてよ、早く。怖いから、それ。ちゃちゃね、火山場狙いか。まだ切れてもいないな。うお、危ない。尻尾振り。この次多分怒るんで、怒った時の足に気をつけながら、やる、いやー、ちょびちょび怖いから全然攻撃できない腹に行って速攻逃げる、避ける、これ多分お腹ひるみを来るから最後まで振ってく、で打ってね、いや気をつけるよ、気をつけるよ、サンキュー、いやーサンキューすぎる、その光景いいね。いや、それ3回突進が、3回突進はまあチャンスなんですけど怖い無理ゲー来たねーみたいなこと言いたい気分。え、今それ食らった覚えない、食らった覚えない、食らった覚えない、ふっ、はっ、うお、大丈夫だよね。いやで、これ来たら冷静にひょいと避け、来なかったですね。火山狙いだというのはちょっと粉塵飲みたい、飲めるかな、これ突き刺す狙い、突き刺す狙い、お、サンキュー。え、なんで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 、それ聞いてないよ、なんですぐ取ったの、え、ありえなくね、そんな刺さりましたけど、一応刺さった証拠としてはあそこも落とし物落ちてますけど、こいつ怒り状態強化半端ねえな、近寄れね、近
近寄ったら近寄ったでちょぼちょぼが怖いですからね。もう近寄るしかない。近寄りつつ攻撃を。これな、正直俺一人の方が良かったか、これ決めんづけるとどっち狙いか分かんないから逆に攻撃食らっちゃったりするかもしれない。これはやっぱお腹いくしかないね。怒り状態早いからこの後はねちょぼちょぼ食らっちゃわなかった。よかったよかった。尻尾振り警戒。左足から立ち回る。尻尾振り警戒ですね。もちろん耐えません。言うまでもないですけど、早く打てつの。チャチャがね、踊ってるんですよね。さあ、どう来る？どっかで出てくる？チャチャ狙いか。さあ、打ってちょんがらけ。いけー。いけー。おー、サンキュー。あ、よしよし。任せろ、任せろ。こっち足だな。こけますよね。オッケー、任せろ。任せろだけど、こいつはね、尻尾振りが結構強いですよね。そう、長い上にね、そう、ちょっと太いんですね。そう、ナルガみたいに細くないから、どうしたらいい？結構適当にある。まあ、ヒーカリの方向は大丈夫なんですけど、それでも、ちょーって！うおやっぱりぐるぐる回転なんてことしなきゃよかったかね。ひえーこれ。ありえねー。ね、死なずにクリアできたらね、まずすごいですよ、これ。死なずのクリアできたらこれすごいですよね。多分、世界一すごいクエストになりますよ、これ。はい、どうも。いや、オッケー。左足ね、任せろ。ヒーカリのうちに。その後、威嚇して。サンキュー。早く。こける。よし、よし。はい、いただき。はい、いただき。あ、なんで弾かれる。待って待って、それどこに弾かれてる、ハンターさん。ディーパイアだよ、それ。なんで？うお、離れる。ああ、これ怖い、これ。方向とちょびちょびだけが怖いんすね。嫌だ、嫌だ。早く武器しまう。この後回転来たら壊る。壊るじゃね？困る。うわ、これはひょいと避ける。大丈夫。たあたたたた、サンキュー。はい、息続かね。ああ、近寄らないとな。元も子もないよな。元も子もないというか、どうにもならないですよね。そう、近寄ってから。全てが始まるから気をつけながら。でこの後ちょびちょびは食らいますけど、運良かった。あこれひょいって避ける。大丈夫。あ、ひょい避けがなかなかいらないですね今のところあんまり。あのね、こいつ潜ってこうあれなんですよね、こう来るかな、ひょいってこう避ける。来なかったですね。こうめっちゃ地面揺らしてからこう離れて土煙上げながらザーンって出てくる攻撃あるんですけど、あれはね、剣士でも7割減るんで、多分ね、この防御力だとね、俺多分20人分ぐらいの体力を一気に削られると思いますね。で、多分ね、今4分の1体力削れたぐらいかな。多分3分の1いけてる、まあ3分の1はいけてると思いますね。ここ角刺そうか。あー、やっべえわ、このエリア、リノプロ。あれです、あれ。早いですよ、早いですよ。大丈夫。その後でも威嚇来なかったか。とりあえずリノプロ排除ですね。まずこいつらのタックル、なんかないくつくらいなんだろう。疲労中早く見たいな。疲労中を見たいでゴアス。こいつは瀕死になると攻撃したらすぐ切れるんで、それが捕獲ラインですね。だからある意味捕獲がめっちゃしやすいですけど、とっても分かりやすいんで、これな、これ距離離されるとどうしたらいいんだろう。飲むか。ねぴ詰まる。さあ行け。鬼面族砲がね、やっぱりとっても強いですからね、ヒットこれで多分ね、切れるんですよね。そう、なんか尻尾が切れそうなぐらいの尻尾ヒット多くないか。なんか2回ぐらい尻尾にヒットしてる気がしますけど、これは冷静に。いやー、あれだけね、端っこ行かれるとね、厳しいんですよね。この後がね、怖いですね。帳簿クラウンで中、オブネース、うわー、うおー、オブネー、オブネー、やめてつかさい。ちょんがらきだよ、マジで。これは俺じゃない、これは俺じゃない。カヤマですよね、絶対に。え、俺だ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 。俺だべ、俺だべ、俺だべさ。さあ、大丈夫？いやー、なんで違うた、今、ちょっと、きっちり。気がおかしくなってねえか。ちょ、これ操作半端ねえわ。
さっきのシーン怖かったですね。一応ね、こいつ左足がな安全な位置なんで、左足に注目して立ち回ればとりあえず攻撃は当たらないんですけど、まあ尻尾振りですね。だから常にあの、おお結構今狙ってきたな、びっくりしたっす。あれ結構狙ってきたぜ今、なんでだろう。距離な離されるとやっぱり難しい。おお来た来た来た、これはもう緊急回避しとこう。うわーきついな、飲むか。さあ行け、尻尾切れるんじゃね、そろそろ切れるんじゃね。多分尻尾に今2回当たりましたね。これでやばい、壁端は怖い、いやだ、近寄れない、近寄れないじゃなくて近寄れない、そろそろ引いから来てもいい。あーちょぼちょぼだからくらい、あぶねえ、もう今気がおかしいのか俺は、何やってんの、何自分から普通に近寄ってんだ、アホの骨頂ですよね。もうバカの極みと言える。なあ難しい、お腹に当てていきたい。でこのそう、もうこうなったらあれですね、もう攻撃しまくる。これねさっき何に弾かれたのかわけわかめなんですけど、あ尻尾よく当てるな、逆に難しいと思う。おお、これは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 懐に潜り、縦さんお腹にね当てていきたい。おおおおで、もう一丁いきますよ先行。この時にね攻撃しておかないと勝てる気がしないやつ。これねちょっと遅らせてやらないとこいつ先行かかるんですね。声が枯れてない、なんか俺声が枯れてる気がする。もう勘弁してくれ。うおー、なんで俺はこんな自分を追い込むようなことをやってんのかねって思いますけど、やっぱりねこう刺激がねないとね、たまにはこういうふざけた刺激もねあっていいんじゃないかなと思いますよ。あ先行解けたけど、これ疲労も一緒に解けないか、これすぐ出てくるかな、多分切れてすぐにドーンって出てきそうな気がするんですけど、エリちゃんか。さあエリちゃん来たね、これで多分向こうであいつ 100% 切れてますよね。うおそれはねえって、だからそう、なんでそういうバカげてるやつがいるわけ、無理だっつの。なんかいるし、今皆さん分かりました、画面の結構奥の方にねイビルジョンいましたよ。いやでもねやっぱり前回こう飢餓が出てきましたからね、今回飢餓が出てきたのも完全おかしいですね。この 3DS だね。このトライ G おぎゃーって吹っ飛んでたけど、赤ちゃんみたいな反応。うわーこれはやばい、死んだっぽい、死んだっぽい、あ死んだっぽい、うおうおう無理、これは無理だ、お前ね地獄になんで俺は行ったわけ、あんたちゃんいいよっつってるね。いやでもねちょっとディアがあんなにあの至近距離にいるとは思わなかったんで、とりあえずねこれイビル城に小屋しやんないことに何も始まらないと思ったんで今入ってたんですけど、まさかディアがあんな位置に嫌がるとは、これどんな死に方だっつんの。あでも音爆ゲートできたからありがたいな、ありがたいとしましょう。一応持ってっちゃっか。あんま役に立たないと思いますけど、さあ行くぜベイビー。なんか火炎場のあの回復してる時のアイコン、最近兜に見えてきたんですよね、兜。そう戦国武将とかあの頭にかぶってる兜。まあチャチャはね完全にあのタケノコですけど。昔からね言ってますけど、いやーこれなどうしてなんですね。まず8番はこれ鬼なんで。あれは無理だっつうの。いやまあね予想してなかった死に方ですけど、うわー痛えなこれ。でもねディア半分は削れてますよ体力。行くか行くかこれ、まあ、行くしかないんだよね。もうそう待っててもこれ千里眼とかないから行くしかないわけなんですけど、うわーどうしたらいい、冷静になれ。俺ペイントまずかけます、つけますで、こいつ尻尾振りが長いんですね、こう結構えぐってくるんで。でディアがどっち側行ったかですよね。多分こっち、地図があるといいですねこれ。普
普通あのクエストってあの地図ないんですけど、てかあのそうなんですね、 GQ はあのキャンプからスタートしてもあれがないんだ。あ、いなーいか。じゃあ戻るか。戻り玉こんなシーンで使っていいのかな俺。いやー、いつもの慣れでなんか普通に戻ろうとか言って使っちゃったけど、あれは命綱なんだっつーの。あ、でも次、あ、いますね、隣のエリアに。命綱なんちゅうとこで使ってんだ今回。あー、でも行くぜ、行くしかねえこれ。えっ、あれれ、もしかして合流しちゃいました。あ、ちょっと分かんなかった、結構暗いな。え、なんか切れてね、瀕死きたか。え、えい、えいって投げるのね。え、なんか切れてんの、わけわかんないですよね。あの、まず俺こう死んで探してる時間もあるから、そう、怒りはあの 100% 溶けてるはずなんで。あ、溶けましたね。さあ、行ってみっちゃ、行ってみっちゃじゃね、行ってみっか。チャチャゴ。さあ、逮捕行って、しゃらくせい。お、切れた、よし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 、いいぞいいぞ。ここは強引に振っていく、強引に振っていく。疲労、疲労、疲労じゃない。で、これは尻尾振り警戒。やばーい、これねー、むずいじゃなくてね、大丈夫か、これは冷静にひょいって避ける。わー、大丈夫大丈夫、神様お願い。いやー、でんででんで、これは瀕死きたんじゃないか。先行はもうないので、とりあえずね、こうタルGで、あの多分攻撃食らって、多分ね、あれに7番にね行こうとすると思うんですよ。カイアンバがボールのように転がってる。そうそうそう、ガードしてるし、すごいな。角に刺すか。ちょ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 、結構来るね。ディアの走り方ってかっこいいですよね。ディアブロスはかっこいいモンスターですよね。めっちゃ強いですけど、あーちゃ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 ー、これは無理なんですね。そう、これがデスコン、いわゆる。そう、あの地震ね、食らうとしてもこうディアのね潜った近いところで食らわないと緊急回避が間に合わないんですよ。さあ、これだから GQ ディアは強いんですね。でもでも光は見えてる、行くってばよ。今日はもう飲む飲むしかねえ。いいぜいいぜいいぜ。あ、やべ、ディアのペイント切れた。ペイント切れたと、俺そもそもペイントしてましたっけ。してないからあれだけ探したんですよね多分。チョパーって声がね響き渡るのが俺の心の癒しでございます。さあ行くぜ。ドスジャギーと苦戦をね繰り広げたエリアですけど、ここ。あ、でもね、ヒーカリにして潜ったところをちょっと、あのこの落とし穴じゃなくて、あれやりたいですね。音爆弾。いや、音爆弾だけど、無理けね。無理かないじゃなくて、厳しいな。とりあえずはまず、こいつらを肥やさないことには何も始まらない。脅威すぎ。いや、でもね、これをやって、で、いや、き、いや、いや、いや、切れたら、あれですね。あ、これ、潜ったところにこれをやって、で、こいつが切れたら、ちょっと、しびれ仕掛けてみます。それで捕獲できなかったら俺の人生破滅みたいな感じですね。あー、まあでもな、もう近寄れってんだよ俺だ。もうそう、尻尾振りがね一撃なんですから。あ、あ、切れた切れた。これはやっぱり瀕死だな。エリチェン待つしかないですね。いやー、しびれ欲しいな。いやー、でもね、そうそう、エリチェン待たないとここのエリアでしびれやってもこいつ切れるんで、切れるんでじゃなくて多分エリチェンしちゃうんですよね、そろそろ。さあ行けお前ら、俺もちょっと早めに攻撃仕掛けておく。うっそれ聞いてない、ハンターさん、やめてやめて、 B ボタン押す準備できてますよ俺。これ、あー、いけ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 、すげえ飛んだ今の俺にとって。あれね、7番に戻ったらもう勝ちゲーですよ。もう勝ちゲー来たね。勝ちゲー来た、あ、来た、これ勝ちゲー来たね。やべ、言葉に出なくなってる。声がね、ちょっと枯れてるんですよね、なんか。15針これ。あー、まあでもなー、これ、このね、しびれはなんか破壊された日に終わりなんですよね。だから、いつ仕掛けりゃいいだろう。動画的にね、寝るの待ちますとかってのはね、死ぬ以上にちょっと嫌なんで、行くしかないですけど、これ。
おお怖い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 、おおギリエリツェンできた。いやあいつ無好きがマジね。せんでな、ペイントつければどこにいるかわかるんですけど、いやこれはやばいね。ちょっと11万先回りして、じゃあしびれ仕掛けておきますか。ちょっとねこれ寝るの待つっていうのとねちょっと違うとね信じたい同じことじゃねえかってね思った人いるかもしれないですけど、違うと信じたいけど、これ行くためには結構遠回りだな。一応しびれとその上に爆弾仕掛けておきたいですね。いやこれマジできついわ。ちょぼちょぼであんな食らうとは、ね、その割にはね、あの勇敢に懐に潜って攻撃できてたんじゃないかなと思いますよ我ながらそう、ね、もうね決死の覚悟ですからね。これモンスターハンターがねまさかこんな遊び方がねあるとは思わなかったら。さあ行くってばさ、もう寝てるかな。寝てたらちょっとボーナス的な気分なんだけど、ちょうどね俺もエリチェンしたところで遭遇みたいになったら泣ける。あー寝てる、いい寝顔。これどうしますか、討伐いきますか。行きましょうか、行きましょうか、討伐。はい、調子乗りゲー来たね調子乗りゲーでございますよこれ。さあ行け、これで準備万端だろえ、ちょ早く行けっつうの。ほいちゃ、はい、ほいちゃ、ほいちゃゲーだね。うおーっと来たけど、おーら、ドッカン。いやおっしゃー、なんかね、自らの手で倒したかったけど、まあまあまあいいんじゃないですか、これも。もうね、離れたところからね、弾すら撃っていかない棒眼みたいな気持ちでした、今。はい、というわけで、なんかめっちゃきつかったですけど、黒き怒りは夜影を照らすということで、裸ディアまで来ましたね。お次はイビル。残すはイビルだけです。イビルはね、イビルはもうちょっといい狩りができるかなと思いますけど、今回ね、なんか微妙な狩りになった気がするんですよね。そう、モンスターにね、もうちょっと近づいてこう左足から立ち回っていきたかったんですけど、そう、方向と尻尾振りが超怖いですね、これ。うん、きつかったです。まあね、皆さんもね、気になった方はぜひこの裸クエストやってみたら、まあね、俺がどんな気持ちでこの動画撮ってるかっていうのがね、わかると思いますよ。ほら撃ちたかったけど撃てなかった。ちなみにこれもあれなんですよね、クレイジー D はこの殴った、味方がね、殴るとこう体力回復するんですけど、そのね、性能まだ一回もね、役に立ってないっていう。このね、うがつ合格っていうのがディアブロスの、レア素材なんですけど、これはやっぱり決戦の砂原とかじゃないと来ないですね。匠5水流9ってこれ、水流はあんまりいらないけど、水流じゃなかったら超強いですよね。なんだろう、爆弾強化9とかだったらほとんど神尾も来てますけど。はい、というわけで裸ディアが終わって、今そこにある恐怖と、裸ディアが終わったので、残すところはイビル城木が凍土に満ちる狂気ということで、まあ、いつかまたやっていきます。はぁ、あ、きつかったね。で、グランの動画で言ったと思いますけど、ラギア希少症ね、やってくださいってリクエストが結構来ているので、次回はこれです。開演のハフということで、ラギアクルス希少症の、狩猟です。海底遺跡ですね。また最近海底遺跡の登場回数多いですね。はい、やっていきます。長い時間動画見てくれてありがとうございました。ラストのイビル城祈願もね、またいつか頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。